こんにちは、大宮です。今日はザ・シチズン藍染和紙文字盤限定モデル AQ410065L を紹介していこうと思います。シチズンの数あるブランドの中でも最高峰ラインであるザ・シチズンよりブランド100周年を記念した限定モデルが登場しました。シチズンが誇る最先端技術である光発電エコドライブと日本の伝統美が融合した特別な一本をご紹介します。今回の動画では初めにウォッチボックス、時計のサイズやケースについて紹介します。そして文字盤、時計の裏側、ベルトの解説、最後に実物を見た感想についてもお伝えしますので、ぜひ動画を最後まで見ていただいて何かコメントを残してもらえると嬉しいです。まずはウォッチボックスですが、ブラックを基調としたシックな雰囲気のウォッチボックスとなっております。シチズンのブランド名がシルバーで記されています。中箱もブラックで重厚感あるしっかりとした上質な作りになっています。上面から中が見える仕様になっており、コレクションボックスとしても楽しめますね。ボックスに入れたままでも光発電ができるよう配慮した作りになっています。ボックスの背面に国際保証書などが入っております。それでは今回紹介する腕時計について見ていきましょう。今回ご紹介するのはザ・シチズン藍染和紙文字盤限定モデル AQ410065L です。ザ・シチズンは光発電システム、エコドライブや優れた金属加工技術などブランドの革新技術を結集したハイエンドラインとなっています。1995年の誕生以来、高級感のあるデザインと高品質なムーブメントを備えたハイクオリティな時計を生み出してきました。近年は日本の伝統工芸である和紙を文字盤に取り入れ、芸術とも言える時計を発表していることでも注目を集めています。今作は1924年に初めての製品となる懐中時計を作り上げてから100年を記念して誕生しました。藍染和紙文字盤の新たな技法に挑戦したモデルで、世界限定600本となっています。それではまずケースについて見ていきましょう。ケースサイズは 38.3mm、 厚みは 12.2mm です。ケース素材はスーパーチタニウムを採用しています。シチズンは1970年に世界初のチタニウムケース腕時計を発表して以来、チタニウム加工のパイオニアとしてその技術を磨き続けてきました。スーパーチタニウムはシチズンが長きにわたって磨いてきた技術の結晶ともいえる素材であり、ステンレスに比べて 40% 軽く、ニッケルアレルギーなどを抑えて肌に優しいという特徴があります。さらに表面に明るく透き通るような色味が特徴のデュラテクトプラチナを施すことで、ステンレスの5倍以上の硬度を備えて傷がつきにくく美しい輝きを持続します。ラグの面取りやベゼルに鏡面加工を施す一方、ラグの表面やケース側面にはヘアライン加工を採用。熟練の職人の技術とザラツ研磨などの複数の技法を組み合わせた独自の研磨法による磨き技術が美しい光を生み出しています。ルーズにはシチズンのシンボルであるイーグルマークが刻印されています。またデュアル球面サファイアガラスにはクラリティコーティングが施されています。これによって光の透過率をおよそ 99% にまで高められ、どんなに眩しくても文字盤を読み取れるようになっています。美しさはもちろん、使いやすさにこだわったシチズンならではの高度な技術が盛り込まれているのも魅力ですね。次は文字盤について詳しく見ていきましょう。極薄の土佐和紙に筒巻き絞り染めを施す独自の技法で生み出された繊細な絞り模様が施された美しいジャパンブルーが目を引きます。この色合いは天然学発光立てによって表現されています。複数の色が混在した深みのある色合いで、光の当たり具合によってさまざまな表情を見せます。シチズンはこれまで日本の伝統工芸である和紙を文字盤に採用したモデルを多数発表してきました。今回徳島県の藍染工房渡辺津とコラボレーションし、新たに挑戦して採用されたのが、人々の暮らしに深く根付いてきた染色技法藍染め。エコドライブに必要な光の透過率を確保しながら、新たな模様を探求した末にたどり着いたデザインテーマが漱石雲です。大空に大きな群れをなして浮かぶ繁盛の雲である漱石雲を筒巻き絞り染めという技法で表現することに成功しました。この筒巻き絞り染めは
和紙を筒に巻きつけ託し上げるように絞り染め上げる技法のこと。薄さと丈夫さを兼ね備えた土佐天狗上紙だからこそできる技法で、いかに和紙を破損させず強く絞れるかということにこだわって作られました。強く絞れば絞るほど短い間隔で模様が入りますが、いくら強度があるとはいえ薄い和紙は破れやすく、絞りの限界値を見極めるのは簡単なことではありません。絞りの限界値を見極めるとともに、2度にわたり染色を行い、1回目と違う箇所に折り目をつけて染色する独自手法を行うことで、より細かな模様を入れています。小さな文字盤に筒巻き絞り染めの技法をベースにしながら、いくつもの新たな試みが取り入れられており、完成した文字盤には勝ち色といわれる紺色よりもさらに一段濃い深い藍色が模様として入っています。手作業で染め上げた藍染め和紙文字盤には同じ模様、色合いが2つとして存在しない一点物となっているのも魅力です。三線と日付表示、ブランド名、ブランドロゴのみのシンプルなデザインが文字盤の魅力を引き立てています。インデックスはバータイプで、左右にカットを加えた多面形状加工が施されています。こうすることで、どの角度から見てもインデックスが光を反射することで確実に時刻を判別できるようにしています。また針にはカット加工と合わせて針の上面に艶消し加工を施すことで立体感が生まれ、読み取りやすさと高級感を与えています。秒針にはゴールドカラーを採用、これは積層雲の切れ間から降り注ぐ光の線を表現しています。1211にはブランド名、61にはブランドロゴであるイーグルマーク、31には日付表示を配置。シンプルな造形にこそ普遍の力があるというザ・シチズンのデザインコンセプトを体現した文字盤となっています。次は時計の裏側を見てみましょう。裏蓋にはシチズンの象徴であるイーグルマークが刻印されています。上部にはシチズンとリミテッドエディションの文字、そして素材や型番、シリアルナンバーなどの情報が刻印されています。搭載ムーブメントは光発電エコドライブ A060、 定期的な電池交換が不要で、年差プラスマイナス5秒という圧倒的な高精度を実現しています。さらに強い衝撃などによる針ずれから守る独自の衝撃検知機能や、磁力に耐性を持たせた磁素一種対磁、針ずれが起きた場合に自動補正する針自動補正機能の3つが一体となったシチズン独自のパーフェックス機能を備えています。他にも2100年2月28日までウルード氏をはじめとした月末カレンダーの修正が不要なパーペチュアルカレンダーや、0時ちょうどに瞬時に日付が切り替わる0時ジャストカレンダー更新機能などを備えています。パワーセーブ機能を備えており、フル充電時にはおよそ 1.5 年稼働し続けることができます。ベルトはケースと同じくスーパーチタニウム製です。ヘアライン加工が施されており、落ち着いた雰囲気に仕上がっています。バックルには三つ折りプッシュタイプで、ブランド名が刻印されています。サイドのボタンを押すことで留め具が外れ、ベルトの着脱ができます。防水機能は10気圧防水となっています。今回のザ・シチズン藍染め和紙文字盤限定モデル AQ410065L の感想ですが、とても魅力にあふれた時計だと感じました。特に和紙特有の柔らかな質感と光を受けた時の独特な反射が、文字盤全体に深みと奥行きをもたらし、日本の伝統美を現代的な時計デザインに巧みに融合させています。極薄の土佐和紙に筒巻き絞り染めを施した文字盤は、深い藍色と独特の絞り模様がさりげなく浮かび上がる様子が、見る者に特別な感動を与えます。この美しさはまさに芸術品と言えますよね。スーパーチタニウムケースにはデュラテクト加工が施されており、長期間使用しても美しい輝きを保ちます。この高い耐久性は非常に魅力的なポイントです。実際に腕に乗せてみると、上質な質感と他では感じられない軽さが心地よく、快適に着用できると思いました。高精度の年差プラスマイナス5秒ムーブメントと、環境に優しい光発電エコドライブ技術を兼ね備えていて、実用性と高性能を両立しています。単なる時間を見るだけでなく、所有することで喜びを感じることができる一品だと思いました。時計愛好家の方から日本文化にご興味がある方にも、ぜひ手に取ってその魅力を感じていただきたいモデルです。お取扱店舗は大宮、
和歌山本店オンラインストアとなっております。ご購入をご希望の方はぜひ店舗までお問い合わせください。概要欄にもリンクや詳細を記載しておきます。また保証期間は購入日から1年間ですが、シチズンプレミアムドアーズの当店でご購入いただくと2年間延長となり、合計3年間になります。さらにシチズンオーナーズクラブにご登録いただくことにより10年間保証となります。ということで今回はザ・シチズン藍染和紙文字盤限定モデル AQ410065L についてレビューしました。本日の動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。この動画がいいなと思ったらぜひ高評価もしくはチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントで感想やレビューをしてほしい時計のリクエストを教えていただけますと嬉しいです。それではまた次回の更新をお楽しみに。ありがとうございました。